まあ、痕跡見つけていっても研究レベルが上がるので、まあ、こういったところでフラッと出て、はい、大丈夫です。OK です。はい、まあ、モンスターと狩ればそのままそのレベルアップにもなっていきますので、まあ、こういう探索でうろうろしていってもらってもいいかなと思います。はい、はいはい、じゃあお出かけになりました。お出かけになりました。お大事の森やっと、はいはい、じゃあ今日はなぜここに来たんでしょうね。はい、まずいろいろ見てみましょうか。ちょっとね、見せたいものがありますんで、うん、来ました。この先に、はい、はいはい、釣りをしている人がいます。なんだこいつ。はい、これどうも。はい、釣りはいいね。どうも。これあの魚類調査員で、まあ、釣り魚とかをあの中心に、まあ、調査している、キャラクターですね。はい、はい、釣りはいいですよということで、なんか お願いしてきましたね。はい、でこういうキャラクターに話しかけると、まあ、何かを何匹釣ってきてくれとか、まあ、そういう、依頼も来るので、まあ、そういうのもこなしてあげるとまたちょっとポイントが入ってきたり、調査ポイントが進んでいくっていう感じですね。はい、さあその魚を釣ろうとしてるんですね。釣れるかい。です、うん、なんかかかりましたけど、違うやつ、違うやつ、ね、なんか色が違う、ピンクって書いてあったからね。ピンクのやつをね、透明度が、ね、高いから結構見えますね、色も。そうですね、見える場所もありますし、見えないような水場もあるんで。おっと、でかいの来た。でかいの来た。おっ、でかいやつ。おっ、何が初公開。負けちゃう。ちょっといろいろやらなあかんやつ。今一生懸命。おっと、釣りもちょっと変わってるんですね。手がめちゃくちゃ動いてる。はい、ちょっとでかいやつはこんなんなっちゃった。おっ、でかい。はい、でかいの来ちゃいました、ね、これやってみたい、これ。ありがちなね。ありがち。依頼はこれじゃないんですよね。そうですね、これのちっちゃいバージョンだったんですけど。僕が深いのずれちゃう。漁しちゃうよ。漁を、やりますか。一応ね、あの釣りじゃなくても魚を取ることができまして、この捕獲用ネットというものでも捕まえられるんですが、いけるかな。近づかないといけないんですよ。入ってっちゃうの。騒がしくすると、何言ってんの。行ったかな。来ましたね。これが狙いのピンクパレックスが取れましたね。釣りもできるし、漁もできるんです、今回ね。はいはい、これでお話しして、フィッシング、フィッシング、網で捕まえますよね、はい、そうですね、はい、骨おおらかなんで釣りじゃなくてもいい、はい、許してくれました。許してくれました、はい、まあ、あんな感じであの捕獲網でも、いろんな小動物を捕獲して帰ることができるので、はい、まあ、そういったのをこうちまちま捕獲していくのでも、こういう探索でゆっくり、あとポイントとかも入りますね。そうですね、そうですね、あの、あとアイテムとして使える魚とかもいますんで、うん、まあ、切れ味捕まえたら切れ味の鱗というので、投稿回数少なく、投資の代わりにもなりますので、はいはい、はい、じゃあちょっと探索していきますね、はい、お願いします。でこういう風にシルベムシがどんどん触っていったものっていうのは、はい、どんどんこの生態マップの方にも記載されていきますんで、はい、取ったものとか、はいはい、シルベムシが触ったものとかっていうのは、はいはい、こういうふうにマップ自体もどんどん広がっていき、広がっていきますし、はい、このアイテムとかもどんどん記載されていきますので、どこで何取ったかなっていうのも、ほっとけばいいと思います。これはちょっと探索の邪魔なんで、ひとまずほっとくってこと？ちょっと、はい、一回ちょっと置いといて、はい、はい、じゃあちょっと無視しましょう、一回。まあ探索なんでね、ああいうこともやっぱりうろうろしてるんでありますよ、はい、これ初めからあのプケプケの痕跡にはプケプケって出てたのは、そう、研究レベルが上がってるからですね。そうですね、はいはい、でこれ研究レベル上がってないと、まあ、はてなはてなはてなだったりして、ちょっと名前が分からなかったりもします。はい、早速だ。おっ、はい、まず、火を起こすとこういう、はい、モンスター嫌がるので怖がってますね、はい、ちょっと動きが抑制されたりもするんで、まあ、こういった使い方もできますね。これで戦闘解除できたんで、またシルベムシ出る。虫がいる。逃げていった、逃げていった。あ、なんかこれは、このマークは、あ、あれ、落書き、はい、落書き、あの子たちのかな。はい、これテトルっていう、まあ、よく最近なんか、
行かせてもらってるテトルっていうキャラクターが、まあ、原住民として、自由人族がいるんですけど、まあ、そいつらがこうところどころ落書きしてるんで、まあ、これもいわゆる痕跡です、まあ、それを探していってもらってちょっと、テトルに会いに行きます。そうですね、ちょっとせっかくなんで、はい、ありました、でっかい落書きが、はい、落書き、落書きのシルベムシが場所を教えてくれるんで、はい、ここに落書きがあるよって、そうです、はい、どうやって書いてるんでしょう。なんか木の実とかで描くんですかね、はい、で、ある程度これを、痕跡貯めたので、生態マップ開いてですね、自分のガイドしたいものにこの R3 で押し込むとそこにガイドが出てくれるようになりますんで、はい、それに従って、はい、入れてみましょう、ついていくだけ、はい、そうです、そうです、便利便利、この先にテトルがいるんですね。そうですね、まあ、おまけにというか、あれセットする、ピン刺す、はい、まあ、アンジャナフも ありました。うん、アンジャナフ、ごめん、いますね、じゃあアンジャナフ、嫌な予感もするけど、嫌かね、行きましょう。まあ、どうやったらテトルとこうちょっとね、コミュニケーション取れるかみたいなのがちょっと今回も、はい、まあ、トライって思います。ありました、また落書きが、落書きが、はい、あれ何で書いてるんですか、藤岡さん。木の汁とかし、まあ鉱石潰したりとか、まあ、なんかそういろんなやり方やってます。これ虫取れますよ、ほら、はい、これも光虫、 あんな形なんだ、本当、光虫が、はい、あのモデルになりました、モデルになりました。あれ光虫も捕まえれるんですね。あ、そうです、あの捕獲ネットでも捕まえられますし、ああいうふうに、手で触って捕まえることもできます。はい、ここどんどん行ってますね。お、何がいるんでしょうね。ちなみにこういう探索でしか出ない痕跡、まあ、今のテトルのラグとかもそうなんですけど、探索でしか出ないものっていうのもあるので、はい、最初は NPC とかもそうですね、はい、魚類の調査員とかも探索出ないと、はい、こうまたこうやってそろそろ近いかな、そろそろ近いかな、近いですね。結構登ってるんですこれ、これかなりの、これもあの古代樹のかなり中腹、この子かしら、警戒してますよ、警戒している、お供が話してみるって言ってますよ。あの右の テキストを見てください、逃げた、追いかけろと、追いかけろと、かわいい、とにかく追いかけましょう、間に入ってくれるんだ、さすが、はい、言葉が分かるんでしょうね。今回のお供のね、あの能力なんです。おお、おお、その先モスがいる、モスがいる、モス、何あんなとこにモスがいる、もうちょい、もうちょい、ほうほう、めっちゃ嫌がってますけど、もう逃げて、めっちゃに、めっちゃ嫌がってますけど、可愛いでしょ、ここからスタートしていくんです。頑張ります、はい、これで仲良くなったら助けてくれるようになってくるんですけど、もうちょっとマジでやめてって感じですけど、今日はやめとこうぐらい結構嫌がってます。誰だ、負けるなって言われてますから。ここならキャンプを作れそうですね、はい、調査資源管理所に相談してみましょうか、はいはい、まあ、こういう風にですね、探索してると、探索でなくてもいいんですけど、キャンプが設営できる場所というのも、ところどころありますので、そういうところを見つけてキャンプもどんどん増やしていけます。はい、はい、それができてくるとファストトラベルが、ね、ポイントがどんどん増えていくと、はい、よいしょ、はい、こんな険しいところですかね、どんどん逃げていって、で、もうちょい、もうちょい、こんな険しいところにね、逃げないでほしいなとか、テキストが可愛い、地の果てまで追いかけますね、地の果てまで追いかけるんや、これ、はい、結構あの古代樹のもうだいぶ上の方ですね、なんですが、はいはい、どんどん上がってきて古代樹の方まで来てます、はい。あ、はい、お、お、分かった、話を聞こう、観念したやっとだ。無理やり何やってるの、ね、会話してるんですよ、そうそうそう。はい、という形でこう仲良くなると、その虫かご族なので、この子では虫かご族の道具というのがお供が使えるようになりましたし、はいはい、今後こうフィールドでこの部族に会った時は助けてくれるようになっております。はい、持ち物がいっぱいだな、そうなんですよ、でこうやってまあ現地、まあその各フィールドの、まあ、テトルと仲良くなっていくことで、いろんな、まあ、お供にも、成長要素がありますし、まあフィールドで あのサポートもすごい受けても受け入れるといった感じの要素になってますね。